ミスター・インポッシブルは誰にもできないことができます。家を飛び越えたり、体を透明にしたり、空を飛ぶことだってできます。こんなこと誰にもできませんよね。ある日、ミスター・インポッシブルは森でウィリアムという男の子に出会いました。こんにちは。こんにちは。僕ウィリアム。僕はミスター・インポッシブル。誰にもできないことができるんだ。本当に？本当に。じゃあこの木に登ることができる？もちろん。誰にもできない方法でね。なんとミスター・インポッシブルは木を歩いて登っていきました。すごい。じゃあ片手で逆立ちできる？手なんか使わなくたってできるよ。よく見てください。ミスター・インポッシブルは手を使わずに逆立ちしています。すごいすごい。ねえ、僕と一緒に学校に行こうよ。皆さん、おはようございます。今日はとっても難しい問題を用意しました。解くのにきっとお昼までかかると思いますよ。確かにとっても難しい。お昼までかかっても誰にも解けないよ。ん？先生。はい、ウィリアム。答えは23ですか？正解です。一体どうしてそんなに早く答えがわかったのですか？僕にできないことなんてないのです。すごい。本だって逆さまに読めます。学校のみんなはそんなこと誰にもできないと驚きました。その後二人でサッカーをすると、ミスター・インポッシブルはボールを空高く蹴り上げて、戻ってきたボールには雪がついていました。信じられない。そろそろ帰ろうか、ウィリアム。そうだね、ミスター・インポッシブル。さようなら。さようなら。ミスター・インポッシブルはそう言うと、体を透明にして姿を消しました。ウィリアムはその夜、お父さんとお母さんに誰にもできないことができるミスター・インポッシブルのお話をしました。それを遠く離れた場所で誰かが聞いています。ミスター・インポッシブルです。彼は笑うと逆立ちをしながら眠りにつきました。こんなこと誰にもできませんよね。